新大手門学院中高等学校へようこそ。それでは新校舎内部をご説明しましょう。1階エントランスを入ると、そこはポート W と呼ぶスペース。新校舎の特徴ですが、各階中央に答えのないテーマに対し自ら問いを立て、答えを探求創造する学びの場、ポートを設けています。中央階段の周囲は生徒の学びの成果や問題提起などを書き込める壁となっており、学びの成果を発信し、興味関心探究意欲を喚起するスペースとなっています。ポート G です。各階の中心部は学習テーマに応じた本や映像を配置した学びの場として整備されています。その近くにはティーチャーステーションを設けて、教師がいつも生徒のそばで学びをコーディネートし、互いの関係性を高め合います。ポートは Wi-Fi や AV 機器を整備し、 ICT 機器を用いた教育を実践するとともに、家具を自在に動かすことで多様な探究活動を促進します。ここはノースキャナルと呼ばれるスペース。教室と一体利用が可能です。生徒が主体となって学び合い、講義プラス個別共同プロジェクト型の3つの学びを展開するための場です。教室の仕切りは全て可動式となっており、キャナルとの一体利用も可能で、多様な学びに応じた環境にアレンジできます。校舎の全てを学びの場とする学習環境一体型の新校舎が完成します。